はい、こんにちは。ハントショーダウンプレイしていきます。今回はね、敵が一人かな？ボスがね、一匹。クモじゃなくて、これはブッチャーの方ですね。ブッチャーを借りに行きます。で、今回ね、武器。結構安いね、ハンターを雇用。多分、斧とショットガンかな、これ。斧とショットガンだな。斧とショットガンと、あとリボルバー。なんかちょっと、なんつーの。持つところが長いリボルバー、ストックがあるリボルバー、ハンドガンを使ってます。早速、お、音が聞こえる。近い。あ、いたいたいた。お、結構今回は、他のプレイヤーの位置が近いんでね、早速、他のプレイヤーを終了していきます。結構ね、やっぱね、PVP が楽しい、これは。さあ、早速、距離を詰めていく。ショットガンなんでね、近距離専用なんだよな、こいつ。なんで距離を詰めて、あ、いた。だいたい位置は分かった。なるほど。あそこか。あそこに向かってんのかな？てことで、ちょっとね、先回りしておきましょう。あ、見える見える。姿バレるか。あそこだな。おっと？めっちゃ、ゾンビちょっとシカトしよう。ゾンビシカトし、いて！ちょっと待って、ダメだ。あら、ショットガン撃っていく。あー、やばい、めんどくさいやついるな。あれ、蜂飛ばしてくんだよな。よし、まっすぐ行こう。お、ちょっと待ってよ。今撃たれたんじゃねえ、こっち。バレたか。早速バレたっぽいぞ。ちょ、戦闘だわ、これ。いて！ちょっと待って。うわ、あいつか。いてててててて、めんどいな。今回ね、このキャラに、メディキット持たせてるんで、ちょっと自分の回復もできるような、ビルドでやってきてます。あれ、ここ登れない？登れそうなんだけど。あ、登れた。すでに敵が中にいそうな気もするけど、ちょっとずつ確認していく。いないか？おっと、後ろ？あ、いた！上にもいる。ちょっと食らってしまった。ちょっと上行こうかな。確かこっちから登れるはずなんで。あ、ちょっと待った。リロードしてない。一発か。一発ずつのショットが。あー、逃げられた。ちょっと待ってね。包帯巻かなきゃ。忘れた。出血あるんだよ、このゲーム。ちょっと自分の回復してから、援護に行こうかな。あ、ここでもう3つ使ってしまうか。なるべく最後まで取っておきたかったけど。さあ、ここで、ちょっとアイテムを惜しむのもね、もったいないんで使っています。で、距離を詰めないとショットガンだときついか。さあ、どこにいる？あ、いた！ハンドガンの方がいた。ハンドガンで狙っていく。当たった。当たった当たった。2発当たった。いけるいける。味方が何とか倒してくれれば。お、なんちょっと待って、上にもいる？リロード。リロードが長いんだよな。一発一発入れてるよ。あ、これ敵やん。さあ、ショットガン。リロードして。そっちから攻めてるってことは裏から行った方がいいかな。なんか敵のやられた声が聞こえたんでね。一人ぐらいやってるような感じがする。あ、いたいたいた。ほら、一発当てていく。一人倒した。お、いいね。いいね。ワンツーフィニッシュしたんじゃないこれ。おっと、倒してるね。早速お金をルートしていく。100円ゲット。さて。そういえば、調べてないな。あー、ここに回復あるよー。弾ゲット。確かこの辺に、調べるところがあった気がするが。
あ、近い。かなり近い。あ、そこか？あ、すぐそこだね。あ、なんかいるな。ショットしていく。よし。モンスターはね、それの雑魚は全員ヘッドショットだね。あ、なんか、うわ、おっきいのいるな。どこだ？あ、この辺か？もう一人、もう一匹来たよ。めんどくさいな。これ、あれだな。火炎瓶とかの方がいいんじゃないかな。確か、後ろの方に火炎瓶があったはず。玉ゲット。火炎瓶、火炎瓶取ってこよう。なんか木の元に、あったあったあった。こいつを使って。さあ、鎧の来た、鎧ゾンビに火炎瓶を投げていく。お、いいね。ショットが倒した。確か12いて2人倒してるから残り2人か、2人なのか、残り8人いるっていう風に考えておこう。で、今回はクモとブッチャじゃなくてブッチャしかいないから本当に激戦区だね。これでブッチャ倒してバニッシュして持ち帰ったら結構いいんじゃないか。かなりの偉業を成し遂げたことになるぞ。頑張っていきたい。弾あるわ。で、一応ちょっとこの辺を、この弾違うな。ショットガンの弾とハンドガンの弾だから緑と赤かな。さあ次。なるほどね。90、100の方向行くか。結構怖いな、この雰囲気。なんか、場所によっちゃ明るくて、昼まで。結構なんかね、雰囲気、明るい雰囲気の場所もあるんだけど、ここら辺はめっちゃ暗いね。本当のなんかホラーゲームみたいな感じの暗さだよ。つか夜か、普通に。昼夜の概念があるから。さあ、デカブツの奥、あの小屋かな？あの小屋に、小屋のふもとって言わないか。あそこだ。あった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 。デカブツ1。あそこか。まあ、ああいうね、でかいのは基本、ランタン投げつけてやりゃね、すぐ蒸発するんで。お、ちょっと回復アイテム多いな、ここ。あれは死んでるか。ああ。たまにね、ああいうの嫌に起き上がって襲いかかってきたりするんでね、要注意。さあ、ランタンをゲットして、デカブツにぶつけていく。さあ、一発じゃ死なないか。ショットガン撃っていく。お、なんだこいつは。ランタン一個ぶつけただけじゃ死なない。あ、もう一人来た。ほら。よし。普通のゾンビも出てきたぞ。ほら、腹打ってく。ほら。で、リロードして。ちょっと一応この中見たら開かないし、そもそも開かないの。殴っても開かないんだよな。マップアップデート。ブッチャーバニシング、え、マジで？マジか。誰か途中で見つけたな、この速さは。そうか、そうか。じゃあ、目的変更だ。ブッチャーを倒すんじゃなくて、ブッチャーのトロフィーを横から奪う。まあね、このバニシング結構時間かかるんでね、それまでにちょっと準備しておいて、
まあ、トロフィー、バニシング後の行動をね、こっちで先読みして、奪うっていう感じしようかな。お、なんか周りにモンスターがいっぱいいるようだ。さあ、ここで回復アイテムとか、拾っておきたいけど。まあ、回復アイテムはないか。おっと、うわ、いて、殴られた。リロード。特にないかな。もう向かった方がいいかな。そしたらさあ、じゃあこっから外に出て、お、アイテム、あ、これショットガンの弾じゃない。さあ、あー、あそこね。バニッシュしてるとね、ああいう風になるんだよね。どこで敵が死んだかってのがもう一目瞭然なんで、そこに向かう。もう渦がま、めっちゃ渦巻いてるし。あー、遠いな。結構遠い。まずい。今 52% か。もうちょっと近いと思っていたが、意外と遠かった。ダッシュで向かう。結構ダッシュして向かう必要があるぞ。基本モンスターはね、無視して、バニッシュ地点に、急行しましょう。こっちの装備的には、ショットガン、ハンドガン、弾両方ともフルで、メディキットだけ使い切っちゃったのがちょっとね、序盤の戦闘で使い切っちゃったのがちょっともったいなかったけど、まあ、死ぬよりはね、マシなんで。うわ、犬はやばい。ちょっと犬気づかれたな。あー、ワンワン行ってるわ。大丈夫か？あ、来てる。普通にいるじゃん。ほらー。やば。リロードして。今の華麗なね、マウスさばきとキーボードさばきで犬の一髪を避けた。残り、あ、82% か。やばいな、これ。ちょっとやばい。85。うわ、これ絶対間に合わない。これきついな。なんか、他のプレイヤーが先に到達して奪い合いになってくれれば嬉しいんだけど。意外とね、慣れてる人はね、逆にね、バニッシュした後にね、すぐ取ったりしないと思うんだよね。逆になんか待ち構えてることを予想して、クリアリングすると思うんだよ。それを見越してね、多分時間にはちょっと余裕があると思いたい。どの道急ぐことに変わりはない。さあ、湿地帯を抜けて、もうめっちゃ雷。ゾンビハンターピックアップバウンティー。あー、取ってるね。バウンティー取られました。逃げる方向が左上なんだよな。これまっすぐ逃げられたら絶対に追いつけない。他のプレイヤーが邪魔してることを祈って、進んでいく。よし、エリアに入った。ブランチェット・グレイブズっていうのを。もうね、やっぱマップ結構綺麗だよね、このゲーム。このゲームのね、雰囲気、このマップの雰囲気結構好きだわ。おぉ、うっそうと生い茂った木に、ね、水。沼ってんですか、こういうの。ああ、こういうね、木が倒れて水に浸かってる感じが、たまんない。どこにいる？あ、ちょっと待って。この辺にいるぞ。どこだ？あ、そっちか。そっちか。近いぞ、結構。結構近い。あ、ちょっと待って。あ、ちょっと、撃たれてるし。あれだ。あ、あれだ、あれ。あれだ、あれ。ちょっと待って。隠れて。さあ、一発、大事に撃っていく。お、一人倒した。もう一人。当てた。お、当てた。多分もう、倒せる。こういうところでリロード。あー、逃げてる。あれ、追っかけた方がいいかな。でも、逃げる方向って、こっち側だった気がするけど。一人やったが。あー、追っかけた方がいいね。あれは追っかけるべきだ。使
か一人倒したの、この辺にあると思うけど、アイコンがないな。別の人が持ってるっぽいな。よし、おかげを。さあ、この草を利用して、相手の視界から、視界外から距離を詰めていく。あ、いるね。撃たれそうだな。あ、見てる、こっち。あ、撃ってる。よし。当てた。あ、一人じゃない。一人じゃないな。そっちか、左にもいる。あ、いた。あれ当たってなくね？当たった。やば。ちょっと待って。一発。リロード、リロードじゃない。もう近い。よーし、一人やった。で、こいつをゲットしていく。もう一人。もう一人いるんだよな。さあ、残り6発の弾をリロードして。あー、いるな。あ、こんな風に見えんだ。はは、なんかすげえな。どこだ？いて！ちょっと待って。いてててて。いて！ちょっとやば。岩だ。木かこれ。木の陰に隠れてやり過ごす。とりあえずライフが回復するまでは動けない。この草を利用して。あ、あの木の裏にいそうだな。いる。いた！当てた！ 2 発あった。出てこない。いやー、回復待ちだな、あれ。ちょっとね、待つと回復するんだよね。これ、距離詰めた方がいいな。せっかくのプライマリーがね、ショットガンなんで、距離詰めないとダメだな。よし。この残り3発のハンドガンで一発当てたら、走ってショットガンだな。さあ、出てこい。当てた！よし！走れ！持ち替えて。ショットガンに持ち替えて、食らうが、ほら、よーし、倒した。いいね。よし、拾って、相方に拾ってもらって。よし、あと逃げるだけ。よし、逃げよう、逃げよう。あ、結構遠いけど、逃げるしかない。他のプレイヤーが何人いるかわからんが、もう弾もない。弾も2発しかない。遠距離戦はできないぞ、こんな開けた場所で。なんとか森とか草、生い茂った草とかを利用して逃げたいが。うわ、これ怖いな。これつかゾンビ来たらやだな。残り2発の弾でどこまでいけるか。ショットガンがね、まだ弾あるんで。ただ取り回しが良くないというか、あまり連発できるもんじゃないんでね。こういう遮蔽物を利用して出口に向かっていく。なんかこのリロードかっこいいね。最近の銃じゃないんだもんね、これ。なんか銃身に、カード挟まってね、これ。タバコかこれ。タバコのなんか空き袋みたいなの挟めて、なんかきつく締めてるような、もう雑な感じ。うおー、なんかすげえな、このマップ。なんかあの、釣りできそう。釣りゲーみたい、これ。なんか回復アイテムとかあれば、お！あるじゃん。ライフに回復してく。いやー、この先いそうだな。いやー、ショットガンでいいのかな、手持ち。ここ、あー、ゾンビいるよ。なるべく、遮蔽物の方へ向かう。お、もう近いな。あ、あそこだな。あのなんか光ってるところ。え、ここにプレイヤーがいると思う。いない。おっと、意外と逃げたりできんのかこれ。さあ、残り15秒。いけるか？プレイヤーがいないぞ。はい、ヘッドショットしていく。あ、いけるね、これ。いけるいけるいける。おー、逃げた。完全に横取りパターンだね。ハントショーダウン。はい。私の勝ちということで。今回ね、ボスと戦えなかったんだけど、ボスを倒したプレイヤーからね、トロフィーを奪って逃げるっていうことができたんでね。
まあ、PVP らしい動きできたんじゃないでしょうか。いやー、なかなか、もうなんか、もう奪われた側もたまったもんじゃないよね。あ、ショットガンね、なんか一発のショットガン結構大変だな。なんかリロードが遅いんでね、全体的に。もう、全部打ち漏らしたらどうなるんだ、みたいな。なんかいろいろ入ってきてる。アーマードゾンビ。あ、めっちゃ倒してるでしょ、モンスター。モンスターキル19。で、エクストラクション、あ、逃げたってことでね、ポイントが入るんだよね。ハンターキル、7？ そんなに、2人で7ってことか。あ、なんか私1人確か4人、最初1人やって、後半に3人やったからね、あの橋あたりからね。4人、3人で7人っつったらもうほぼほぼ勝ってるじゃん。うちら以外ほぼほぼ倒して終わったみたいな。で、レベルも上がってく。ニューアイテムアンロック。スパイグラス？ほう。こうやってね、レベル上がってどんどんアイテムアンロックしていくといいんだけど。ハンターキル金色だ。ほぼほぼ、だってうちら二人含めたらね、なんか出会ってないの一人ってことでしょ？もう完全に無双でしょ、もう。はい、そんな感じでね。なんかもう7人キルして入賞ですね。完璧じゃないですか、もう。ハントショーダウン、スチームでね、今、プレイできるんで、気になった方はやってみてください。以上です。